ずは宇津島選手からお話を伺いたいと思います。さあ行きましょう。さあ、どうぞ。第1位は宇津島誠選手です。よろしくお願いします。お名前よろしくお願いします。さあ、1位でここに登場の今のお気持ちはいかがなんでしょうか。まあ、本当に名誉なことですね、嬉しいです、はい、嬉しいです。やっぱりこのグランプリの前夜祭からまずは、はい、からやっぱりいいですね、雰囲気が、はい、ね、ね、やっぱりね、今日はまたシックなタキシードでピチッと決まってですね、靴がまた可愛いんですよ。靴だけ外しました。靴が可愛いぞ、これね、ベロはもうめちゃめちゃいい。いつくれんねやろ、ホテル。いいっすよ。サイズが、サイズが、ありがとうございます。あのね、靴ずれを起こしてます。靴ずれを起こしている、はいはい、新しいから。そうです。ただ、やっぱりここで1位で登場ですから、はい、グランプリ、ナイタグランプリ、ホテル住み前、どんなイメージでいきましょう。そうですね、ナイタ好きですし、住み前好きなんですけど、はい、この時期ね、かなり回転上がると思うので、はい、ちょっとそこは心配ですね。はい、そこの調整をしっかり合わせればなと。でも、夜のね、やっぱり、ですから、ね、ナイターを聞くなんて言うんですけど、朝方なんですよ。いや、朝方で、生活はね、生活はね、生活はね、ただやっぱりナイターはもうすごいじゃないですか。ありがとうございます。はい、嬉しいですね。嬉しいですね。まあね、地元の桐生でね、はい、練習させていただいて、はい、それもあると思います。じゃあ、ここはもうしっかりとナイタングラブリー、令和初、もちろん狙っていきたいね。もちろん、はい、そのつもりで来てます。おー、最後までファンの方々、だいぶ来られると思いますから。そうですね。あの雰囲気の中で、あのファイターの、あのね、もうね、幸せですよ、雰囲気なんか知れるのって。あの、歓声を独り占めしたいわけでしょ、最後。まだね、味わったことないので、はい。そうか、イメージトレーニングができる。イメージトレーニングができる。ただ、あの、池田さんは、2ヶ月間イメージのトレーニングをしてる。そうですね。そうですよ。多分、それ以外に、あまりやることがなかったと思うな。それでね、2ヶ月が暇すぎて。いや、でも、宇津島さん、どうですか、最後こう、リズム上がってきてますか、ちゃんと。あの、はい、しっかりとリズム上がってきてますし、はい、あの、体調も、すこぶるいいですし、はい、飲みすぎですけど、飲みすぎですけど、あとはでも、あっさり抜けて、はい、試合で頑張るコミックですね。はい、さあ、ということで、台湾ファンの皆さん、期待してると思いますので、はい、強めの意気込みをお願いします。いつも通り頑張ります。ありがとうございます。1位の宇津島の選手でした。ありがとうございました。続いていきましょう。賞金ランキングは第2位でございます。吉川真由子選手です。よろしくお願いします。吉川さん、この前夜祭、やっぱりいいですね、雰囲気は。半分以上は食事の途中です。いや、そんなことないですよ。食事を食べてから皆さんこう集まってるっていうことですよね。そういうことです。いやでも本当に、あの、タチウオの釣りもこの間ありがとうございました。はい、やっぱりさすがでしたね、釣りの腕前も。まあね、あんなで坊主になるっていう人の、すいませんね、それは私、それは私でございます。あの、YouTube で見てない方、僕が音楽どうかも知らないんでやめてもらっていいですか。そんな中、グランプリ、ナイターグランプリですけど、イメージどうやっていきましょう。まあ、その前は、ナイターの方が走ってるんで、はい、あの、全然違和感もないと思いますし。ということは、もうイメージはいいままいけるという感じですね。そうですね、はい、今年、制覇がパパッといきました。はい、この後半どうですか、リズム上げてきました。まあ、休みの前ちょっと崩してたんですけど、休み明けてらっしゃったり、はい、リズム上げてたのが、はい、良かったと思います。ということは、そのやっぱり今リズムがいい中で、ここはもう取りたいですね。はい、もう最高潮できると思います。はい、はい、ということは、最後までファンの皆様だいぶ応援してきてくれると思いますので、はい、熱い一言をお願いします。はい、一緒できると頑張ります。ご声援ありがとうございます。第2位、吉川真由子選手でした。さあ、続いていきましょう。賞金ランキング第3位は石黒貴之選手です。よろしくお願いします。お願いします。いやー、石黒さん来ましたね、このグランプリの前夜祭。ここに、いえ、ここに、ここに、はいはい、いい雰囲気でしょ。すごいですね。すごいですよ。石黒さんが毎年酔っ払うから、このフォークが前倒しになって一番初めになったんだ。さあ、カヤハラが長い。次、カヤちゃんが急に自由やから、アロニーが長いから。いやでも今日はもう全然、あの、全然大丈夫です。はい、完璧ですよ、カルトは完璧です。完璧ですよ、ちゃんと真面目に話できる前夜祭なんか初めてじゃないですか。初めてかもしれません。そういうことでございますよ。そ、令和初めての、グランプリ、ナイター初めての、何ですか、グランプリ、違う、ナイター初めて、令和初めての、はい、酔っ払ってない前夜祭、それが言ったらいいでしょ。そういうことです。いやでも本当どうですか、これやっぱナイターグランプリですから、はい、イメージの方は。イメージですか、寒い、寒いでしょうね。はい、ファンの皆さんもあったか
若い格好で来ていただきたいですね。そうですね、全然行かないよ。いや、そりゃそうでございますか。でもこれやっぱり1層目はもう枠は決まってますから。はい、どうなんですか、自分の中では。イメージはしてきました。あ、イメージしてきました。はい、どんな感じのイメージ。わかんない、全然してんね。全然してんね。いや、自信でかいね。自信だから。でも狙いたいもうなるんですか、やっぱり。何もしないから地元ですよ。どうせ悪いの引くから。どうせそのロケの中でも悪いの引くから。そうそう、まあ、あんまりもう何も考えない。もう見ていかない。そう、もういいのを引けたら一番いい。そう、そのとおり。個人のね、個人のことなんでしょう。どうでしょうね。いつもいいんやけどね、グランプリだけ悪い。グランプリだけ悪いですよ、はい、そろそろいいの引きたいですね。まあ、そんなの考えると、はい、もう余計なことは考えない、はい、もう自由に、はい、楽に行こう。楽にはいけない。楽にはいかへんよ。楽にはいかへん。そうやねん。そうやったら気合入れていくんですよ。はい、何やねん。そこそこね、そこそこね、自分の中でね、はい、まあでもたくさんのファンの皆様が最終日まで本当に応援してくれると思いますんで、はい、ちょっと熱いメッセージを皆さん最後にお願いします。そうっすね、なんとか勝ちます。ゆる勝ちまーす。違う、もっとバチッとかっこよく締めていただきたい。勝ちます。勝ってください。ありがとうございます。以上でよろしいですか。すいません、前の記者さんが全員ペンが止まってるんです。勝ちたいしかなかった。勝ちたい。それだけ。ありがとうございます。ありがとうございました。今日かっこいいですよ。息子さんも一緒の調理みたいな。ふわふわ、面白い。さあ、ミネさん、アロハさん、ちょっといいですか、アロハさんの。アロハさん、ちょっといいですか。火に焼けられて。さあ、ということで、ミネリュウト選手ですけど、よろしくお願いします。アロハー。やっぱね、やっぱりね、ミネリュウトさっきアロハって、ね、アロピーに全部持ってかれてるから、なんかアロハが薄れてくるよ。拾わせてくれたら。いや、そうです、みんなやってくれると思いますよ、ばっかやってるから。なんでよ、みんなカメラ撮ってるからできにくいんですよ。ちょっと、いや、はい、ほら、来てよ。アロハすごい、全然入らない。でも本当どうですか、ちょっと長く久しぶりですね。そうですね、懐かしく感じております。懐かしく感じております。ただいい色にお焼けされてサーフィンばっかりやってます。どうなんですか、サーフィンの方は楽しんでやるから。もう本当この1ヶ月で休み明けなんですよ、今日は。はい、そうですよ。インスタグラマーの、インスタグラマー、サーファーのインスタグラマー、最高でした。もうボードにワックスばっかりかけておりました。それがバズるのが楽しくて、楽しみだと。いや、でもそうやってリフレッシュしてきた時に、ミネ選手はやはり見せてくれるんじゃないですかっていう意見多かったですよ。そうですね、だからリフレッシュはハッピーでしょ。完璧ですか。でも今もうボート乗りたくてしょうがないでしょ。ボードにも乗りたいです。ボードにも乗りたいです。そんなんいらないですよ。いや、でもどうですか、ナイターのイメージは。ナイターのイメージ、寒いなと思ってます。寒いなと思ってますか。いや、でもそんな中泣いたグランプリですから、いいイメージで挑みたいでしょ。そうですね、グランプリなんで、はい、そうだから休み明けでレースしてもらうのは自分の中でイメージは全然心配ないです。いや、心配なんで、2日間めっちゃ練習して挑みたいなと思います。しっかりと2日間余裕があるんで、ここはしっかり取り組みたい。もういっぱい練習して、ということは、そこでまた笑顔が見れるかもしれない。そうですね、去年みたいなやつ、去年みたいなやつが見れるかもしれない。いや、いいですね。ただ本当にこれであれですか、明日、明後日の選手紹介でも一応やるんですか。それは先に言っちゃう。それは言っちゃう。言っとかんと、見たらどこでやるのか分からんから。いや、ね、だって花道を通ってくるわけ。じゃあ終わりになります。花道を通ってアロハで通ってきて、締めでやります。締めで出て、コメント言う締めで。絶対早まるって。締めテンション上がりすぎて、カッコつけてグランプリやから、そう、カッコつけて気持ちもあるから、バシッとカッコつけて最後に言う。そう、そこでみんながやる。わかりました。みんな聞きましたね。最後に言うから、最後にみんなやって、忘れてたらみんながやって、あ、これやると、ミネ君が忘れてたらみんなが逆にやって、そんな忘れるもんだ。忘れるもんだ。いや、でも皆さん、ぜひアロハ一緒に、ね、盛り上げていただきたいと思います。最後、ファンの皆様に熱いメッセージお願いします。はい、すごい、盛り上がってるんで、全部持って帰りたいと思います。お願いします。ありがとうございます。ミネ選手でした。さあ、続いていきましょう。桐生純平選手です。
です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、来ました。この雰囲気、もうすごい人でございますが、楽しみますか、皆さん。そうですね。暑いですね。暑いですね。ちょっとなんかやっぱりグランプリのイメージいかがですか。ナイターグランプリ。まあまあ、誰も走ってないからわかんないです。ナイター、それが見えるもの。まあまあ、あ、でもまあ、普通にナイターはナイターだし、まあ、スンタイはスンタイだし、はい、いいと思います。まあ、そんな中でしっかりと、やっぱり、大岡踏みと狙いに行くなんですね。まあ、そうですね、デレールからには頑張りたいです。デレールからにも頑張りましょう。いや、でも本当に、ナイターでたくさんのファンの皆さんの12レースが、やっぱり最初に痛いですね、そうですね、もう有馬終わって、みんな来てくれると思うんで、そうですよ。ね、その中、走れるのは。楽しみたい。そこでやっぱり完成は一人一人して最後笑顔で、まあそれが理想ですけど、はい、まあ楽しめるように頑張りたいですから、まあ、そんなにやっぱりあのちょっと行く感じでもなく自然体で、まあ本当何も考えてないですね、はい、やっぱり入ってからモーター引いていろいろ考えて、まあ、そうですね、もういつも通りの作業するしかないので、はい、まあ、自分らしくやります。分かりました。さあ、ということでたくさんのファンの方々がありがとうするんで、力強いコメント最後で、自分らしく頑張ります。ご清聴ありがとうございます。桐生純平選手でした。さあ、ラストでございます。桐生純平選手、よろしくお願いします。お願いします。皆さん、こんばんは。こんばんは。桐生さん、すごい人ですね。皆さん、ありがとうございます。もう、はい、熱気がすごい。熱気がすごいです。やっぱりこういう雰囲気いいですか。そうですね、はい、あの久しぶりなんで、久しぶりなんで、でもやっぱりちょっとテンション的に上がってますよ。いや、はい、どっちですね、もうちょっとですね。そんな中、グランプリ明日やっぱり全権入って、モーター引いて、いろいろそこからちょっと自分の中で上がってくるんですね。今でも本当にやることは一番普段通りに、はい、ということも普段通りにしっかりと冷静にいければいいなと。そうですね、どうスパースみたいのないかイメージ。まあ、はい、次もナイターは、はい、まあ、そのままのイメージでしっかりと自分がいければいいなと。そうですね、はい、緊張感はどうですか、どの辺が出てくるんでしょうか。はい、はい、走り出したら出てくる。走り出したら出てくる。走る前は出てくるんですか。走り出したら出てくる。そうですね、オリュウさんもそこまでしっかりと走れれば、オリュウ選手も笑顔に最後はなれるだろうと。まあ、そうですね、本当に皆さんの期待に応えるようにできるだけです。はい、さあ、それでは最後、ファンの皆様に力強いコメント一言お願いします。はい、最後、一緒にやってキーパーさんです。ありがとうございます。ウリオセンス選手でございました。さあ、まずは賞金ランキング第1位、ムスジョーマノス選手、賞金ランキング第2位、吉川モデル選手、賞金ランキング第3位、石野隆之選手、賞金ランキング第4位、ギレンジュータ選手、賞金ランキング第5位、桐生純平選手、賞金ランキング第6位、ウリオマサイ選手、トライアンスセカンドの6選手退場します。盛大な拍手でお送りください。